どうも、セレストです。ホットダンスオールニュース。今回は、えー、ビーニとボンティがなぜビーフに至ったかっていうのをやっていきたいと思います。で、これはね、えー、この前ね、リディム FM でビーニが出演した時に、まあそのことをビーニがちょっと語ってて、で、今回はね、その当時のジャマイカの時代背景とか、えー、まあ歴史的にどんな順番があったりだとか、ボンティ側の意見、 とかもちょっと踏まえた上で話していこうかなって思います。で、まあ、結構長らくビーフしてるんですけど、最初はね、えー、きっかけはね、92年、1992年からこのビーフっていうのは始まるんですけど、まあ、皆さんなんか、もともとライバルでどっちがヤバいかを決めるためにビーフしてるって思ってませんかまあ、レゲエだとね、 デリック・モーガン、プリンス・バスターの時代から、まあ、ライバル同士が戦うみたいなのが、まあ、ずっとあったんで、まあ、その流れじゃないのかなって思うかもしれませんけど、その当時92年、全くライバルではないです。ビーニとボンティは。むしろ、このビーフが2人をライバルにさせたって感じなんですよね。でもっと言えば、これボンティのディスから、えー、このね、ビーフっていうのは始まるんですけど、 その時、ビーニはボンティーの存在知らなかったんですよ。だから、その、カセットテープをね、持ってね、えー、ボンティーの地元の C ビューに行って、そこで、あ、こいつ今、来てる若手なんだ、人気があるんだなってことを認識して、で、ボンティーの母親にも会ったっていう話があるんですよね。はい。で、まずビーニ側の話なんですけど、 B にはね、えー、ビーフが起こる前は、ガンチューンを歌わなかったんですね。それは、なぜかっていうと、まあ、ジャマイカっていうのは身の周りに暴力が溢れてるから、自分は、えー、楽しい歌とか、女の子の歌を歌おうとして、そっちに注視してたんですよね。だけど、このビーフがきっかけで、えー、バッドマンチューンとか、ガンチューンも結構歌うようになったって話してました。<laughs> で、まあ、ビーニがね、えー、このビーフをね、えー、こうずっとやるっていうか、まあ、ビーフを受けて立つ理由として、これはね、別にね、ボンティとの勝ち負けをどうこうとか、そういうことじゃなくて、まあ、音楽的にこう自分の存在を知らしめるためにやってると。言ったら、押されたらすぐに、あのー、ね、えー まあ、プッシュオーバーされちゃうみたいな感じじゃなくて、まあ、俺もこんだけできるんだぞと、世間に知らしめるために音楽的な喧嘩として、これをね、やってると。はい。で、まあ、さっき言った、あのー、ボンティの存在を知らなかったっていうのが、ちょっと僕も信じられなくて、えー、これでまたね、ちょっと、 92年の時に、どのくらいヒット曲が出てるんだろうと、ボンティーのちょ。調べてみたんですけど、まあ、ボンティーの最初のキャリアっつうのは、まあ、ジャミーズ・キングストミー・レブ・ジョン・ジョンとか、まあ、ジャミーズ系列ですよね。そこからほとんど出てるんですけど、やっぱりね、92年からなんですよね、ヒット曲が。だから、92年から始まった当初ってまあ、ビーニが知らなくても、まあ、まあまあまあ、そういうこともあるかなって感じで、はい。 だから、まあ、出はじ、もう、二人とも出始めの頃に、ビーフが始まったと。若手で、ちょっと頭が出てく出てきたぐらいの時にも、ビーフが始まったんですね、これ。はい。じゃあ、ボンティ側の意見として、どんなことがあるかっていうと、ボンティは、自分のスタイルがパクられたと。もうなんでこいつ俺のスタイルパクってんだと。で、これは、 えーまあ、ボンティ自身が、あのー、それを知ったのか、周りからをパクってんやつがいるんじゃないか、みたいな。パクってんやついるぞ、みたいなことを言われたのかわからないですけど、そのきっかけとなる曲が、ビーニマンの92年のヒット曲、バッドマン・ウィッキマンっていう曲があるんですけど、この曲が自分のスタイルに似てると。で、これ YouTube にあるんで聞いてみてほしいんですけど、 まあ、結構似てるんですよね。その当時の、あの、ボンティのスタイルって、ちょっと甲高い声で歌うスタイルなので、90年代の後半と前半とじゃ、スタイル違うんですよ、ボンティって。だからまあ、微妙だけど、まあ、パクってんのかパクってないのか、まあ、ちょっと、微妙だなっていうのはあるんですけど、まあ、どうだろうなって感じなんです、感じかな、 って僕は思うんですけど、まあ、ビ、ボンティーサイドワンをパクられたと。で、こう、バッドマン、ウィッキーマンっていうのはもう、ダンスとかで聴くこともないし、歴史的にもう埋もれちゃってる曲なんですけど、ダンスオール的にはね、めちゃくちゃ重要な曲。はい。で、まあ、ボンティーがね、このままでは彼が本物になってしまうと。まだボンティーも世間に 認知されたわけじゃないから、出始めの頃だから、このままね、このバッドマン、ウィッキーマンっていうのはヒット曲だから、これが台頭,し台頭してしまうと、スタイルが彼のものになってしまうと。で、ボンティはある曲を出すんですね。それがスパイフィダイ。もうめちゃくちゃビッグチューンですよね。で、このバッドマン、ウィッキーマンっのアンサーリリム。で、 このスパイフィダイもアンサーリズムで、えー、冒頭でね、えー、俺のスタイルパクっといて何の説明もなしかよみたいなことを言ってるんです,ですよね。ムーダレーションどうのこうのって言ってるじゃないですか。これはビーニにやってたことなんですよ。で、このスパイフィダイのね、この曲のフローって最初のテレテスパイフィディダイってある,あるじゃないですか。あれ,あれはこれビーニの バッドマン、ウィキマンのフローなんですよ。だからそれを使って逆にィスり返すっていうね。だからこれね、ボンティのフローだと皆さん思ってるかもしれないですけど、ビニのフローなんです。実はこれ。はい。で、そこからこのね、伝説のスティング93に繋がるわけですよ。クラッシュですね。 これ見、ま、見ましたかね皆さん。このスティング93、このクラッシュ。これはね、あの、まあ、YouTube にもあるんで、見てほしいんですけど、ま、あ当時ね、えー、人気はボンティーなんですよね。もう出てきたところでボスなんですよ、ボンティーの場合は。で、ヒット曲を歌ってさらにボスして、で、 アンサーでビーニが歌うんですけどビーニの場合は最初歌ってもボスしないんですよでもリリックでどんどん沸かして後からボスさせるっていうパターンでそれでどんどんやっていくんですけど、まあ、ハイライトはねえー、まあボンティが歌ってビーニがまた盛り上げ返すんですよ <laughs> そしたらちょっとボンティがやばいなと思ったのか もう流れを一旦止めるんですよねでちょっとロングトークしてからこうアンサーリズムに変えさせてこう、ね、ス,パイスパイフィーダイを歌うんですよ。でボッカーン行くんですけどそこで、えー、アンサーで B2 がバッドマン・ウィキマンを歌うんですよ。だからこのビーフのきっかけとしてはバッドマン・ウィキマンからのスパイフィーダ,ダイだったんだけど クラッシュではスパイフィダイからのバッドマン・ウィキマンで返すっていうね、このドラマティックな展開があって、で、これはね、もう勝ち負けとかはね、もうなくてグレートクラッシュだっていうね、こう言われてます。も伝説のクラッシュで。まあ、このバッドマン・ウィキマンっていうのとスパイフィダイっていうのはね、あの、YouTube にもあるんで、聞いてほしいのと、93年のスティングのクラッシュはもう絶対見てほしいですね。で、 これね当時ボンティーが21歳ビーニが19歳の時だったっていう話ですね簡潔に、えー、ビーニとボンティのビーフこれが始まりっていうことでで後にねなんか女関係でどうのこうのとかあってでまあちょっと今では若干プロレス的なことになってるかもしれないんですけどまあねこの92年の始まりから見とけばもう間違いないそこが一番熱いと思うんでね はい、今回のねホットダンスオールニュースはこんな感じででよかったらね、えー、これ面白いと思ったらあのインスタグラムツイッターとかで拡散してもらえれば嬉しいかなって思いますということでまた